本当に悪い時バット出ないんですよ。うん、うーん、コース厳しいコース、ストライクまだ入りません。ん、当たりましたか今。お、よし、そうですね、最後外れたということですね。うん、そうですよね。あれどうしたんですか今。いや、カウント間違いです。そういうことですよね今。いや、デッドボールになったのかなと思ったんですけども、そういうことですよね。ちょっと今ざわめきが。なので私たちドームでも、ね、デッドボールかなと思ったんですよね。デッドボールと今思ったんですけどもね。うん、まあ、どこかのボールでボールだと思い込んでね、藤見トライも、うん、どなじあったんですかみたいな。失礼いたしました。バッターは西川春樹という2回コールされたという今日の西川春樹。失礼いたしました。バッターは西川春樹。9名、ツーアウト、ランナーありません。なんか森本さんに岩本さんがいらっしゃる。はい、ありましたね、そういうこと。強い打球でセカンド福田の横を鋭く抜いていきました。西川、いろいろとトラブルありましたが出塁しています。さあ、ツーアウトから西川のヒット、最後はストレート、いいですね。うん、まあ、さっきのカウント間違いでちょっと力もいい感じで和らいだんかな。さあ、スタートを切っているキャッチャー、これはいい送球いきましたがセーフになりました。盗塁成功です。スコアリングポジション2位のアンパイア、ベストポジションで見ていただいて、いや、これスローで見ましょう。西川の29個目の盗塁成功。うーん、うわー、もう足入ったかーいうところでしょう。際どいコースでした。